時刻は零時を回りました、えー。リオチのミタイタルラジオ第十回目ということでね始まりまして今週もよろしくお願いします。あ、ユタシクにゲーサービラということでね。はい<う>。<laughs> あ、そう最初に覚えたのが。 ユタシクニゲサビラでしたユタサルグトゥニゲサビラそうなんですよ内縄口シマクトゥがということでねはいということで今週もよろしくお願いします10回なんだ1 10回になりました、うん、1十回あ沖縄大好きさんありがとうございますそう10回早いですね二、うん、ヶ月ちょいぐらいそっか早いね早いですね、うん、もうだって この放送は月8月の9日になったのかな、今、日付的に。ね、まあでも8日の深夜っていう方がね、分かりやすいですね。かりやすいですね。はい、8月ですって、早くないですか。<laughs> うん、もうだって、あれですよ、今年終わりですよ。俺さ、でも八月、まだ8月1週目じゃん。はい、もう8月の終わりっぽい感覚なんだよね。 フ、ね、<laughs> まだ始まったばっかですよ <laughs> だからねお盆もまだですよお盆もこれから来週ですね9本がね九本は121314でしたっけ、うん、ですよねお盆は131415じゃないですか普通の内地のはいあ,あそっかはいあとコロナも流行っててねうんねなんかいろいろサッチも10回目なのと来てるんですけど、うん、そのサッチもねコロナになっちゃったみたいな、うん、ああそうなんだ いろんな人がちょっとツイッターとか見てるとコロナになっちゃったっていうのと、うん、昨日私のうちの音がですね、うん、やっぱコロナになってしまったんじゃないかなっていう<ら>検査キットが今日届くということでうん、うん、らしいんですけどね皆さん感染拡大のなんて言えばいいんですか手洗いうがいか、はいはいね、しっかりと、ね、していきましょう。 僕の自慢はコロナになったことがないっていうことです。あでもいいと思います。すごくないすごいですね。あんだけ飲み歩いてるのに。やっぱ体がちょっと強いんじゃないですか。強いはずね。ヤクルト線飲んでるから。ヤクルト線。あれってなんかすぐ売り切れちゃいません。でしょ。あれ今手に入らないよ。そう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 。あのうちのあれにも入ってくるんですけど。 すぐ買われちゃうんですよね。あれ大変ですから、今。ね、あれ欲しいんですけど、一回しか飲んだことないです。あれ、毎日飲まないってさ。意味ないですよね。その、その日だけ元気とか、そんな都合のいいものはない。ないですね。はい、皆さん、毎日ちゃんとね。うん。飲みましょう。飲みましょう。はい。ということで、じゃ、今日のテーマは。はい。えっと、なでしたっけ。ええ、好きなかき氷の味。 はいということで私が飛んじゃいました <laughs> 申し訳ないです <laughs> 自分で決めたいって自分で忘れる、ね、俺さっき聞いたんだよ <laughs> そうですよね <laughs> どんだけ適当なパーソナリティなんだっていう話ですけど、まあ、それがいいっすよはい、はい、ということで、うん、まあ最初に私が言っとくとメロンですお早いな <laughs> <laughs> 今日はちょっとね早いです,ですなんでメロンが好きなんですかなんでなんですかね メロンいちごメロン大体あとブルーハワイじゃないですかあまあ大体3色だよねはい中、うん、の,のメロンがやっぱ好きですねなんかメロン味が結構好きなんです私いろんなものに対してのああはい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 すごい好きでファンタメロンとかあるじゃないですかうん、うん、あちっちゃい頃からすごい好きなんですよね、えー、なんか今はセブンイレブンとかで買えると思うんですけどファンタメロンって、うん、昔はじなんだろうあの紙コップの自販機 あはいはいはいあれでしかなかったんですよあの緑色のやつそう緑色のやつ<ー>だからファンタメロンはレアチンのレアで、うん、なんか特定の場所に行かないと飲めなかったはいはいはい確かにねあとファミレスとかうんなんでめっちゃもう好きでしたねであのー、あれです本物の方が美味しいじゃん あんま好きじゃないんですよね。ん何なんでしょうね。何なんでしょうね。そうメロン味は好きですね。今あれですよマンゴーも出てます。マンゴーのファンタですか。違います。かき氷。<laughs> えー、あそうなんだ。えー、食べてみた、うん。去年ねマンゴー食べて美味しかったえ。それは美味しいですね。美味しいです美味しいと思います。<laughs> 美味しいですねって。今さかき氷もいろいろあるのわかる。ふわふわ系とか。あはいはいはいわかりますわかります。ますあのー。 1か、うん、月ぐらい前か6月ぐらいに、はいえっと、パレットで、はい、アイスクリーム、うん、博覧会みたいなのやってたんですよ。えー、それであのかき氷出しててはい、はい、これ何かって言ったらきな粉うん、うん、ぜんざいかき氷みたいぜんざいは入ってないけどきな粉がおち、はいま、とかも入っててデ、えージ美,、ね、美味しかった。えー いいなあ。あれ一番美味しかった今まで。絶対美味しいと思う。黒蜜とかかけるんですか。あ、そうそうそう,そう,そう。あ、絶対美味しい、それは。それはね、まずいわけがない。そう。きなこと餅と黒蜜か。ああ、もう絶対いい <laughs> <laughs> 美味しい。美味しい。で、ふわふわのかき氷で。へ<ー>あの氷がふわふわのやつ。もうないんですか。食べれない。なんか内地のやつだったよ。ええ<ー>。内地から来た。ああ、出店してるのかな。そう、出店してて。なるほどですね。 誰か食べたはい <laughs> じゃあそういうことでじゃあ、うん、早速皆さんからまた今日もありがたいことにメール頂い,いてるんでそうねコメントもね、あのー、来てますね僕がちょいちょい拾っていくのでりうちさんはじゃあメールいきますかはいじゃあ1件目一、はい、<laughs> 通目って言えばいいかなはい、はい やちさんこんばんは埼玉の蜂蜜一家です<ー>いつもありがとうございます蜂蜜一家さんのかき氷の好きな味は蜂蜜でしょうね <laughs> さあどうでしょうかベタ,ベタだな <laughs>、えー、好きなかき氷の味、うん、メロンかイチゴのどちらかですが蜂蜜どちらかというといちごかな <laughs> 食べ終えた後メロンが赤くなるのもいちごのかき氷うん,ん待って ベロが赤くなるのも、うん、イチゴのかき氷を食べた醍醐味ですね。確かに。あれ何だかくなるんですか着色着色料ですね。うん。ベロン味はかき氷よりクリームソーダが好きです。あ私もめっちゃ好き。クリームソーダ。めっちゃ好きや。めっちゃ好きやね。あ、メロンでしょ <laughs> メロンでしょメロン。うん、<あ>クリームソーダうまいよね。美味しいですよね。うんうんうん 特にバニラアイスが溶けると最高な色と味に変色しますねかわかりますねでもあのメロンはにクリームソーダもやっぱ高級だったんでお母さんとかよく食べさせてくれなかったんですよねあそうなんですか高いからクリームソーダじゃなくてメロンソーダにしなさい<は>アイスは高いからダメあれですか団地 <laughs> え団地,団地住まいですかいやあの風呂なしアパートでした <laughs> そ, <laughs> そっかじゃあもうしょうがないよねいやでもあれです、うん、あのおじいちゃんの土地に、うん、あのアパートを建ってて、うん、それがあのふるわしアパートだったんです<ー>今はそこが実家になってますあははい風呂がなかったんですお風呂がお金持ってるか持ってないかわからんね分かんないです,謎です <laughs> 謎だ <laughs> 続き黄色のレモンはレモンもあったね食べたことないかも青のブルーハワイは子どもの頃まだなかったかなあそんなも,もっと昔からだと思ってた、えー、ここ2年は祭り盆踊りが盆踊り大会が中止で、うん、露天商のかき氷屋さんを見てないので残念ですね確かに。 最近はいろいろシロップをかけたレイ,ンレインボーや自分で自由にかけられるかき氷屋さんありますねあるあるある昔あったかも、ね、あのセルフで自分で勝手にかけてるみたいな、えー、確かにあった埼玉のかき氷といえば白熊えっあクマ聞いたことある白マってあれじゃないの,あの台湾じゃなくてえっと熊門熊本,熊本え違うんじゃないですか あれ熊本はなんでしたっけ、なんかいろいろフレーツが入ってるやつ。あれ、それが白熊じゃないの。ですよね。うん、あれあ、埼玉だな、あれ。<laughs> わかんないけど。え、埼玉なんだ、俺も九州と思ってたな。そういえば。九州って言ってた気がするよ。うん、鹿児島じゃないの。でも熊谷が発祥ですが、ふわふわで最高で美味しいですよ。と埼玉の蜂蜜一個その。わかる。あれ、そういえば、俺も、ね。食ったことあるや、うんめっちゃ美味かった。美味しいですよね。うん、あれ埼玉なのかな。どうなんでしょう。審査はいかに。 でもなはちみつ一家さんの言ってることは正しそうだよね確かにねこれ僕が言ってたら絶対違う自分でも思いますけどはいどうなんでしょうヒーロさん「白熊くん」って来てますがそうですね白熊くんじゃないくんつきましたっけくんはつかないと思うけどわかんないほかにあるのかなコンビニとかでも売ってますよねえそうなんだはいあれこっちじ売ってないのかな埼玉にいた時はよくじゃあ埼玉発祥なんじゃない えー、あやっぱそうなのかな,なんか別にコンビニでめっちゃ売ってましたよえ、うん、のアイスケースに入っているのと、うん、あのちょっと上等なあの箱に入ってるやつあはいはい売ってたけどスーパーとかでもよく見た気がしますねじゃあやっぱ埼玉なんじゃないイエーイ何イエーイ分からない分からないですけど <laughs>、はい、じゃあ次、うん、どうも私です はい私さんよろしくお願いします誰や誰や,誰や自分でも気づいていますが気持ち悪い男です、うん、誰や <laughs> そんな私でも甘いものは大好きさあまりかき氷は食べません、うん、すいません、はい、力になれず全材食べたいヨギシコジャパンさんですヨギシコさん <laughs> そっか、はい、自分で気持ち悪いってわかるってすごいな <laughs> でも僕も自分で気持ち悪いって分かってるから友達ですね <laughs> 同類何をもって気持ち悪いんですかねなんか口説き方とかじゃないですかそうなんですねでも自分の悪いところ知ってるっていうのはそう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 いいところですでも流さないからね面白いぜんざいの話ですけど沖縄大好きさんも来てるかき氷というより沖縄ぜんざいの黒糖ぜんざいと黒糖ミルクぜんざいも好きですというそうなんですね 私も食べたけどあの小豆が苦手なんであ,あれもう見た目で嫌だよねそうなんですわかるあれもういっぱいあったらさ <laughs> もうなんかの卵だもんねあもうそれ思ったら食べれなくなっちゃうんですね <laughs> <laughs> 小豆がちょっとね苦手なんですよねでもアンバンは好きなんですけどあのー、かっちゃんは好きな かき氷はコーラ味とコーラ味がある。えー、あと牛筋時に練乳かける。宇治金時ってこれも豆でしたっけ？豆豆。ね、そう豆が好きな人はいいですよね。んあんまり俺もあんまり小豆は食べないな。そうなんですよ。あれも卵だもん。あんテばさんが沖縄は小豆じゃないよ。小豆ってやものこれ。小豆。うん。小豆って言っちょっと。<laughs> 小豆じゃない、え、じゃ、何ですか。え、なだろう。何。あの、この前、石垣通りの。金時豆。石垣通りのイベントがあって、そこでもかき氷出してたんですよ。それが。まあ、僕。選んだのがいちごだったんですけど。それに練乳バージョンもあった。めっちゃうまかったね。練乳おいしいですよ。ね練乳といちごのセットはも鉄板です。そうそう、で、ふわふわだった。いや、やっぱふわふわなんです。ふわふわがいいね。

よよくコンビニででうんす好きなかき氷の味あまり食べないからな食べてるイメージなさそう確かに島ばっか飲んでるイメージしかないねか甘いのとかスイーツとはほど遠いほどそうですんかいかの塩辛とか似合いそうですあだからねあの塩化とか効きそうだもんそうですミーヨとかですねいちご味か和紙ミルクだな あ、ワシミルクは練乳のことよ。へえ、あ別名ワシミルクって言うんですね。そう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 、ワシミルクはもううまいよね。へえ、じゃあ後からやーっといただきました。うん。おお、別別名なんだ。沖縄ではワシミルクって言うんじゃない？あ沖縄だけ？そうそうそう。あのイチゴにかけるやつでしょ。なんか練乳のことって言ってますね。ねう,うん。へえ。 あんつばさんかき氷のシロップって色と匂い以外は同じ原料だそうですえ知らんかった知らなかったえ俺これ最後に言おうと思ってたえあそうなんだ一緒らしいですよ砂糖と、うん、砂糖となんだろうだから本当は味は一緒らしいですこの3つえー、3> うんあそうなんだだけど違うじゃん 違いますよね。うん、え、何？それ脳が勘違いしてるいやだから僕は違うと思います。<laughs> なるほど。違うと信じていきましょう。うん、違う。絶対違う。絶対違います。<laughs> 出たワシミルク内地は練乳だよってやっぱ。あ、やっぱその。ヒロポンが言ってますね。うん、そうですね。ワシミルクはもう聞いたことなかったです。うん。じゃあそんなヒロポンからハイサイ、ゆうちやましさん、そしてリスナーの皆さん。 本当に最近暑すぎて麦茶三品茶ポカリスエットのローテンションで水分補給しがちあ水分補給しかししてないシーサーボーイアイビーあらやってないってことですねそうね熱中症になるよだってあの埼玉とか今38度とか7度とかいくらしいです昨日40度なんじゃんええー、砂漠じゃないですか <laughs> しかもお茶だったらさ多分あれじゃない利尿作用があるから あんまよくないかもしれないね水かポカリがいいっすよヒさん確かに逆に脱水症状になっちゃうそうそうそう脱水症状そうそうそう有二23日から沖縄行くからゆたしくうんまあぜひねこっちに呼びますのでさあ今日のテーマ「好きなかき氷の味」ということで「自分は黒糖ぜんざい味」ああ美味しそうだね いちごミルクが好き、うん、でも食べる時頭キーンってなるよねわ <laughs> かるそれが嫌だけどといただいてます、ね、それ一気にかき氷がむしゃら食べるからですねえそうでもこの前だから僕このイベントで食べた時はいあのか結構な確率でキーンってなりましたよへえー、そんなかき込んでないけどかき込んでないけどはいはい私あの歯がいあの四角カビン花瓶 カビのつき、えー、たくなるんですよね。冷たいものを食べると。なんかいろいろあるなリオチは。いろいろあります。血圧高いし。<laughs> 大変だね。はい。じゃあ次。うん。リオチさん、ミキサーの山内さん、リスナーの皆さん、こんばんはしょ。初音。お。修読生配信、お疲れ様です。タイトルネーム、うん、武蔵です。武蔵さん。はい。ありがとうございます。本日のテーマ、好きなかキ氷の味。えメロン、いちご、みかん。 みかん。<laughs> みかん。<laughs> みかんは聞いたことないですね。うん、と、いろいろあるけど、メロン味とマンゴー味。のかき氷はめっちゃうまかったですね。やっぱマンゴー美味しそうですね。マンゴーうまいよ。宮内さん、山内さん、好きなかき氷の味は何ですか。教えてください。お願いします。とあの、武蔵さんはスイーツ男子なので。ええー、あ、そうなんですか。そう,そう、だから、詳しいはずよ。ええー、いいな。いろいろ教えてください。あのー、マンゴーはね。 はい、100均でも確か売ってた気がするあシロップ、うん、へえ<ー>美味しいよそうなんですマ、ね、ンゴーはあれは一緒じゃないんじゃないかなん<ー>赤き赤緑とかとイチゴとかはい、はい、レモンとかよりはやっぱマンゴーの感じだったよへえあのシロップを、うん、なんだあのあれあれ お酒と割って飲むのどうなんですかね。美味しいのかな。美味しくないんじゃないか。えダメですか。あのそれとシロップと炭酸水と。あ,あ炭酸とか入ってきたらまた別じゃない。氷月とかで割るとか美味しそうですよねうん、うんうん。なんかカクテルっぽくなるわけでしょ。うんうん。あなんだっけカンカンな甘いやつ。あ,あそんなほろ酔い的な。そうそうそう,うん、うん、美味しいですよ、ね、絶対。でも相当シロップ入れないといけないんじゃない。あ,あすぐ無くなっちゃうか。 それと糖分がやばいですよ。<laughs> 糖尿またと今度は血圧高いプラス糖尿病になっちゃいますね。<laughs> ヒーローさんは死に甘そうって。ああ甘いか。私甘いの好きだから。うん、甘いのも好きだし、うん、に苦いのも好き。の辛いのは嫌いです。<は>え？<laughs> 辛いのは好きじゃない。苦いのは好きなの？苦い酸っぱいはいけるんですけど、辛いのはちょっと苦手ですね。 苦いのはゴーヤーとか。ゴーヤーは好きですけど、うん。他に苦いのって何が？セイロガン？あ、でもセイロガン別に飲める。飲めますね。セロガン飲めるっていうのも変だよ。<laughs> <laughs> え？お腹痛くなったらセイロガン飲みますよね。飲むけども。あ、ブラックコーヒー。ブラッ、あ、そう私コーヒーはブラックです。あ,あ、そうなんだ。はい。うん、別に甘くてもいいんですけど、ブラックの方がすっきりしてていいかなって。 あのほら京都にあるこう回すお茶があるじゃんちゃんとしたお茶、はい、みたいなああいうのも飲める飲んだことないですマ<ジ>ああ苦いんですかねやっぱデジ苦い<ー> <laughs> あれはそうそう抹茶抹茶抹茶,抹茶は好きですよマ<ジ>抹茶は好きですねじゃあいけるかもね苦いの本当にね、うん、辛いのだろうかいあのー、某コンビニの辛いチキンとかはああ、うん いや辛いやっっぱ辛辛かったです辛いよね <laughs> 俺もあのチキンとか唐揚げくんとかの辛いのはあんまり好きじゃないけどいやこの前バイキングに行って、うん、カレーがあったんでカレー食べたんですけどうん、うん、それがめっちゃ辛くて残しました、えー、辛いって書いてあった書いてなかったですあらじゃあちょっとあれだね <laughs> ひどいねカレーは甘口がい,いですね。あ,あそう、えー、カレーは甘つくうまいけて中辛 うんうんうん。シマラキョシマラキョって辛いですかあれ <laughs> 苦いかな。シマラキョめっちゃ好きうん。あれと何でもいけます。シマラキョだったら。え種類でも。であ天ぷら好きですね。塩漬けも好きですね。好きですね。美味しいねあれと青森。飲みたくなってきたな。<laughs> あと豆腐湯も好きですよ。ええー。豆腐湯めっちゃ好き。マジ？はい。 俺あれ酒で味がわからなくなった時は食べれます <laughs> <laughs> それも絶対食べない方がいいよって言われててなんか美味しくないから、うん、で私はまずいって言ったらずっと認識だったんですけど一、うん、回はちょっと食べてみようと思って食べたらあれ意外とこれお酒と合うじゃんって,なってから以上は以上 <laughs> ダメダメーですおーお前 でですうん,おいいうんだそれもだから本当においしいの食べてないからっていうことを言われましたねサッチーさんが「島らっきょう食べた次の日が大変さあ」あわかるなんか臭いってことあとお腹がお腹の中にいる島らっきょうあそうだっけなんかゲップした時もうん めっちゃ出る <laughs>。志村けおが。そっか。そういうあれは分からなかったな。うん。だやっぱだ残さないんだったら天ぷらの方がいいかもしれないです、ね。うん。あっちの方が次の日後悔しないです。あ、そうなんだ。はい。いいな。飲みたくなってきたな。本当ですね。綿ガラスとすくガラスは苦手。あのあれか。 上にそうそうそう魚が乗ってるやつですね。あれ美味しいんですか？ああ、俺食べた気はするよ。もちろん食べたことあると思うんだけど、もう覚えてないんだよね。あんなちっちゃいのさ、味もなく食べるんじゃないかな。あの寄ってるから。ああ、なるほどです。もう覚えてない。あんまりスーパーとか売ってないですよね。あ、多分。うんね、そういうおおきない酒屋さんに行けばありますけど。うんうん。なんかあんまり 地元のスーパーとかで売ってない気がするそうねですよねポピュラーじゃないんじゃねいでも意外と沖縄のスーパーで沖縄のそういうい沖縄居酒屋さんにあるようなものって大体売ってないですよねあそうねうんあのー、なんだラフテーぐらいじゃんかラフテーはよくどこでもありますけど <laughs>、うん、海ぶどうとかも置いてないですよねあまあ確かにまあないなんかお土産ですよねあれはうんうん ウブでも僕は好きですけどね私も好きですプチプチしてね食感がおいしいお腹いっぱいになるかっつったらまた別ですけどなんかあの何て言うのかなあれがいいよね食感が食感がいいですはいメールは以上以上ですはい今日もありがとうございます本当ですね時間はまだ大丈夫なんでしょうあと2分ぐらいあるよあと2分うんちょっと待ってくださいねもう2分しかない 分しかないちょっと待つのこっちの話でした失礼しましたはいそっかあエンディングも今日が流れてきましたねはいこのエンディングいいんだよな俺あ本当ですかよかった武蔵さんから来てますかき氷那覇のでこれ棒シェイプアイス沖縄で食べたマンゴーパッションフルーツうまかったし宮城島にあるえ ルリアン多なんでこれ島色女納村にある龍便<ー>首里城近くにある石田畳茶屋<ー>マダマもおすすめです <laughs> もうむずいなむずいなうん武蔵さんいろいろ知ってるそっかさすがフルーツ系男子だなあフルーツ系になったんですかスイーツじゃなくて <laughs> <laughs> でもやっぱいろいろ沖縄はおいしいとこいっぱいありますねだからやっぱりあのー、僕が本当におすすめしたいのはさっき言ったあれですよきなこ、ま、黒糖じゃないきなこわらび餅でもそれって内ないんですよ、ね、<laughs> <laughs> 確か <laughs> どっか出しそうだけどなかき氷 <laughs> ありそうですけどねああるいは沖縄市にもいっぱいあ本当ですか、うん、沖縄市にうんへー いいなお腹空いてきたなそうそう俺この前調べたんで,後であので教えますよお願いします今の今まで忘れてたね <laughs> この時間帯の深夜にご飯の話は本当になんか <laughs> みんなに申し訳ないですいつも、はい、食べ物の話ばっかで、うん、<laughs> 浅草にありそうあ浅草に確かにありそうはいそういうことでじゃあ今週もちょっとね食べ物の話ですいませんけれどもはい <laughs>、はい この番組はリアチと山内がお送りしました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。